おはようございます、というか新年明けましておめでとうございます。新しい年2018年が始まって、今日が1月の2日ですね。今日はですね、本当は出ないつもりだったんですけど、地図見てたらもう我慢ならないってなったので出ます。でこんなに天気がいいんで富士山が見れたらいいなと思って道志道に向かってます。サイクリングも気持ちよさそうだわ。でここはそんなでもないけど、Google マップの道路情報を見ると真っ赤なんですよね、周りが。特に高速道路、行きは大丈夫だと思うんだ、帰りがねかなりしんどいと思う。そこで引っかかってて、どうしようかなどうしようかなって 2,3 時間悩んでたんですけどね。よし、じゃあ府中から乗っちゃいましょう。おい ETC ドン、ピッ、いやいや、下りはねおそらくあんまり混んでないはずと思ったけど、やっぱりゆっくりだねまあいいや、すごいよ、50キロ出てないよいやーいい天気だな本当に。うわー、反対側ゆっくりだわ、30キロ出てないんじゃないかな。おお、もう富士山見えました、あららら正面ちょっと左側いはおい、じゃあ八王子ジャンクションを、あれナビが声出さない メーターバイザー前回変えたっていう動画、まあヘッドライトの交換したっていうやつのついでですけど、あのね変わんない今までと前のやつもうそんなに大きいやつってわけじゃなかったから、スクリーンがない状態とあんまり変わらなかったんだけど、やっぱりこの大きさになっても変わんないね前よりはだいぶ小さくなったんだけどね、変わんない。でもこの風の当たってる状態が私はそんなに苦じゃないというか、これが普通だと思ってるから、でかいスクリーンつけたらつけたで多分楽なんだろうけどね、私はなくていいな。そしてねミラーを変えました前につけてたメーターバイザーがちょっと背が高かったのが低くなったんで、あのミラーがねすごく上に出てるような見た目になっちゃったんですよね。なのでできるだけ低くしたいなと思いつつ、実用性は犠牲にしたくないので、まあ、これぐらいが無難かなと思ってこの高さになりました。あんまりこう関節増やしたくないんだけどね、こうしないと後ろが見えないっていうのと、あとこう手の邪魔になる、こっちもうちょい上でもいいかな、微妙に手が当たりそうだな、まあそのテストも兼ねて今日出たいなと思ってたんですけど。よし、じゃあ相模原で降りましょう。ほい、じゃあ ETC ピッ840円、左ね、お、ここ左に案内するようになってる。うわー潮がすごい、潮だらけだ、ふわすごい、ういえ、そう融雪剤がすごいだろうなと思ってどうし行こうかなとか悩んだんですよね。12度です。ここまですんなり来たな。お、前にバイクがいますよ。お、対向車で来たけど、こんにちは、明けましておめでとうございますやっぱこんだけ天気がいいとみんな走るよね。お、来ましたよバイク、イエー新年初夜へ一発目、2018年、あなたでしたよそう、去年の夜営の数を数えようと思ったんですけど、あまりにも多くて途中でやめました多分1000以上だと思う、帰ってきた回数。
あーどうしようかな、宮ヶ瀬の方から行こうかな。もう同士向かってるからどっかしらで大量に撒いてあるだろうから、うん、もうい諦めた。明けましておめでとうございます。ほいえほいえ、どうやらツイッターで教えてもらったりこう情報を調べてみると路面の状態は凍結は全然してない、でも日陰区間のところで融雪剤が撒いてあって滑るからっていう情報はありましたね。この辺は全然融雪剤もないね。ああやばいね。今日はこっち方面、道志方面に来ようか、筑波山、筑波山だっけ、そっちの方を行って栃木の方に行って一泊しよっかなとも考えたんですよね。でも宿泊付きで、うん、栃木の方に行っちゃうとおそらく帰ってくるのが U ターンラッシュにもろ巻き込まれてすげえ大変、ブレイクすげえ大変だから、うん、やめときました。これ融雪剤違うな。マイバイク触れ合い行くのかな、私は行かない、ブレイク、うん、行った。私はこれを右に行きます。ほいえ、なんでその融雪剤巻いてあるからこっち来るの躊躇したかっていうと、自分が気をつけててもね突っ込まれるってことがあるからね、ちょっと気が引けたんだけど、うん、山がね呼んでたから来た。ザイク、おお、ここ融雪剤巻いてあったね、ちょっと前輪滑った。よし、これで道志道ですね。ブレーキパッド面取りしてねえからめっちゃ泣く。ほいえ、お、バイク、バイバイク、2台。ふぅ、いい天気だな、本当に。バイク、イエー、バイク、イエー。うん、さっき温度計で9度って書いてあったけど、うん、全然大丈夫、まだ真冬装備プラス北海道だから、うん、大丈夫、両肩と足の裏につけてる、だから熱源はそれとあと電熱グローブだね。フライク。どうし、なんかここのセブンイレブンでよく休憩してる人がいますよね。うん、この辺りからいよいよ山道行く感だね。ほいえほいえ、うん、この辺はまだ全然大丈夫。私の予想だとこの辺にいっぱい巻いてあるって思ったんだけどな。あー楽しい。超楽しい、出てきてよかった。あのまあ家にいてもまあやることあるっちゃあったんですけど、動画編集はもうないけど、うん、いいねやっぱ。バイク、イエー、後ろにバイクが来ました。バイクだらけ、バイクやられた。なんか角生えてたぞ。走り染めだね、そういえば今日は。正月休みは明日までなんだけど、明日どうすっかな。まだ今日が終わってねえのに明日のことを考える。うん、来週からのルートを考えるか、明日は。バイク、イエー。ほい、神奈川県最高地点 451m。微妙に路面が心配だけど大丈夫なはず。お、いなくなる。ほい、
はあ、あーいいねバイクって首元を流れる風は寒いけど、 あそこで休憩しとこっかな。橋、下の橋のところ、どこだっけ。ここで右曲がりますほいえよっしゃあそこで休憩する人ってあんまりいねえと思うよな。お、誰もいないはっしゃ、休憩しましょう。ほいっと、よし、うん、ミラーこんな感じ。タナックスのリュートミラーってやつだったかな。なんかな、私的にはこうちょっと前に出てるってのがあんまり見た目がよろしくないと思うんだけど、うん、まあいいやこうしないとね手が当たっちゃうんだよね。よし、休憩しましょう。うわ、水きれいだなここ。写真撮ったりしてたよし行きましょう。バイク1台も来なかった、15分ぐらいいたけどここねトイレもあるしいいんだシャッターが閉まってたけど凍結防止だから使うときは勝手に開けてやってくれみたいな書いてあったよし、じゃあ同士復帰しましょう。ものすげえヘアピンこれレアスポットでしたほいえ、あーこの辺巻いてあるね融雪剤。慎重に行きましょう。どうしいつぶりだろう、昼間来るのめっちゃくちゃ久しぶりだな。どこかの帰りに向こう側から降りてくるってことは何度かあったけど、昼間登ってくの超久々。うわすげえね、ライトが明るすぎて昼間っていうかまあこんな日陰だけど、あの中央のポールが光るねおい、あーもっとうじゃうじゃとバイクいるかなと思ったらそうでもない、いやいるねバイクバイクうわお、路面綺麗。ふいえ、この辺に来ると、うん、もう融雪剤ないっぽい。元気よかった。やっぱいるね。いっぱいバイクいるね。うわー楽しい。よっしゃ、なんかちっちゃい虫がいっぱい飛んでる、なんだろうこれ。これあれかな、融雪剤で滑るっていうのもあるけど、なんかやっぱタイヤが硬くなってんのかな。なんとなくグリップが低いような気がするわ。私はツーリングタイヤだからね、やっぱりこう
寒くなっちゃうとグリップが極端に落ちるかな。こう最近というか泊まりがけのツーリングがほとんどになってきたし、あのシートバッグをつけるのがデフォルトになってたんですけど、今日は何もつけてないんですよ。もうこれだけレッグバッグしかつけてないので、なんかねバイクの動きが違うサンキュー、バイクかなりやられますねもうみんな帰る時間？それともまだどっか行くのかな。今がですね2時2分ですね。はあ、いいね。なんかいい匂いがする。ちょっと甘い感じの香りがするぞ。バイク登ってくの久々すぎて道を忘れてるぞかなり確か去年の1月2日だったか3日も同士登った気がするな、夕方ぐらいに。もうハッピードリンクショップのとこまで来たか。じゃあ大体終わりだね。お、バイク来ましたよ。バイク、イエーこう新年早々事故りたくないからね、あんまりテンション上げないでいこうイエーとかじゃなくてね、イエーってこうそんな感じで、そんなテンションでいこうかな。寄り道してみよっかいつもねあそこの橋が若干気になってたんですよ。水源の森、休業中って書いてある。よし、ちょっと行ってみようっと。どっから、こっから、水源橋。ここはねいつも気になってたんですよ。うわすごい、あ影がおお綺麗、いいね。四股これ柵かかってたんだな、こっから入るんじゃねえんだな単なる歩道かと思ってたけど、ん？でもハイキングコースって書いてあるな。バイクいっぱいいんな。お、これなんだよし、いいこと。何なんだろうこのちっちゃい虫、いっぱい飛んでる。大丈夫ですか。ほいわあ眩しい眩しい、綺麗だけど眩しい。おお富士山見えた、撮れてるでかい、撮れてねえんだよなきっとそこにあるんだけどね、でけえな本当に